皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋貴子です本日のテーマは10年続く事業の作り方自分のビジネスの根幹を他人の土俵に預けないということについてお伝えしていきたいと思います、えー、長期的に続くあの教室授業をやられてる方っていうのは、えー、自分のオリジナルコンテンツを持っている方が多いと思います もちろん私もそうです。自分で生み出して自分のコンテンツを自分で販売している人、はい。この方っていうのはやっぱ長期的に見ても強い方が多いです。で、うんと昨今流行りなのが、えっと、ディプロマ制度ですよね。えー、レシピ使っていいですよ。 まあ、あのそのまんま加工もしなくて教えていいですよっていうあのこれを否定するつもりはないし開業初期の方とかはもちろん楽だからいいと思うんですよ。だけど事、えー、業の中でそれをやっていい割合と、まあ、どこかで出ていかなくちゃいけない要は出ていくっていうのはその人からの譲られ物をまんま使うんじゃなくてオリジナルにきちんと作り直す時期が来るっていう時に。 厄介なこととをしてしてまうアタートメ面倒っていう話がここ何人かのコンサルティングご相談を受けていてなんでそうしちゃったかなって思う話がありまして、えー、と私の開業当初から決めている考え方、えー、自分のビジネスの根幹は他人の土俵に預けないっていうこれをですねちょっと今日は解説をしていきたいかなというふうに思っています。 はい、では本題に入りたいいと思いま,す、えー、とまず自分のビジネスの根幹を他人の土俵に預けないということはどういうことなのかというと例えばあの私の場合には開業当初から自分のホームページを持っています自分でサーバーレンタルサーバーを借りて自分のホームページを自分で所有しています。 でこれはあのもちろん自分で作ってみたりとかもしてますよだけどやっぱり見栄えがいいのを作るときにはその作れる技能を持ってして人にお願いするだけど自分のものですはいここをちょっとね区別して分かっててほしいんですよ自分のオリジナルコンテンツを自分のサイトで販売するっていうのを当初から私の場合やっていますで、えー、とじゃあこれ他人のものを使って 販売するっていうのはどういうことなのかっていうと、えー、私が開業した当時で言うとアメブロとかですねはい、ブログ集客でこれは悪いとは言いません悪いとは言わないんだけれどもそれ一本で集客している人要は他人の土俵ですよねアメブロさんっていうそこに自分のコンテンツを載せて発信をして売っているという非常に不安定な状態で事業を やっってていいるるとととどうううここが起こりるかっていうと他人の土俵なのでそこがじゃあ倒産したり潰れたりうーんとサービスが提供を続けられなくなったということになった時にはどうなりますかっていう話なんですが例えばアメブロ1本でやってた時にアメブロのアカウント削除されるっていうあの事件がね一時期続いてた時期があったんですけどその時に。 いくらブログを更新してもいくらファンがいても一瞬にしてそれなくなっちゃうんですよねはいだからこれはアメブロだけじゃないですよ他人のプラットフォームっていうことはインスタグラムであろうがフェイスブックであろうがツイッターであろうがアメーバオウンドであろうがアメーバってついてるわけですからねっていうそういう他人のも作ったところに自分のものを置いているというケースですね 契約してやっているもので集客の根幹をなしている場合は1個それがダメージを受けたらもう事業が止まるぐらいのインパクトがある、まあ、恐ろしい話なわけですよだからリスクヘッジっていうことを考えても自分のサービスを自分の場所で持っているという割合を私は7対3っていうのをよくあのお伝えしてるんですけれども最低でも7割。 自力で売るつまり自分のプラットフォーム自分のホームページとかである程度販売できる体制を持っていてであとの3割は他のサービス使ってもいいですよっていうそういう感覚なんで、まあ、キーポイント7対3なんですけど7ってことはそんなに今回揺るがないですよね。な、ま、な、あ、なくなっちゃうの痛いいかもしれないですけど で私はあの開業当初からそのやり方でやっていたのでホームページで自動集客っていうことを7割方でやっていてそれを助けるためにアメ,アメブを使ったりとかあとはあの外部ポータルサイトですねクスパさんを使ったりとかお料理系でしたからそういう外部のところから自分のページを見せるみたいな使い方をする、まあ、そのうちもちろんフェイスブックが出てきたりインスタグラムが出てきたりとか。 あのい,ろいろいろなツールは出てきますよ、その後だけれども、根幹になる自分で握ってられる自分が主導権を持っているサイトっていうのが最低でも1個ありますから、まあ、それでとりあえずどうにかすることができるし、その他のところでの集客は3割以下、影響力がなるべく少なくなるように、自力で集客っていうことをやっぱりあのやってましたね。 でえっとこのやり方で考えていくと出だしつらいんですよね、ホームページ作れないのに頑張って作らないといけないから、でもあの長期的に教室業をやりたいって言ったら、今、違うものを持っていたとしても、どこかの段階でやっぱり、ね、自分の財産を自分で保有する、要は他人に左右されないっていうことですね。 だからあのリストと呼ばれるそのお客様との、ね、連絡コンタクトの手段で、まあ、メールアドレスということでメールマガというのがあのダイレクトメスレスポンスマーケティングていう DRM っていう,ていう、まあ、昔から王道鉄板の,あの集客方法あるんですけれども自分で保有していて自分が出したい時にメッセージを出せるっていう状態を確保しておくっていう。 あのー、そ,そういうい状態を持っておくことでこれはで例えばリストを持っている限りにおいては、うん、例えばその会社が潰れるっていうことだったとしても定期的にバックアップを取っていればメールアドレスさえ分かれば違う、えー、例えばメールマガスタンドをまた買い契約してでそこに設置し直してメールをまた配信すればいいだけの話なので。 そういったあの作業をすることができるような仕組みを最初から構築しているだから SNS 集客は悪くないんですけれども根幹にしない基幹ビジネスにしないということですだからインスタグラムだけで集客しているとか Facebook だけで集客しているとかそういうのってやっぱり危ういんですよね。 はい、そこのサービスに何か支障があったり自分のアカウントが消し飛んだ時にはどれだけのダメージがあるかっていうのをやっぱり考えると3割以下にそこからの集客はとどめておくっていう考え方が基本でいいと思っていますなのでこれがまず一つですね自分のビジネスの根幹を他人の土俵に預けないという一つ目の事例ですでもう一つは 実はこれ私今日この動画を撮っている、まあ、一番ポイントになる重要な話なんですけれども協、あのー、会ビジネスですね、はい、教会に所属することこれはあの全てが悪いとは言いませんあの特に開業初期の頃なんかはそこに所属することによってさまざまな知識を得て 優位、まあ、にね活動できるとか、まあ、あとはそこのホームページに自分が乗ることによって集客に有利に働くんじゃないかっていう、まあ、ある意味受講者側の下心っていうものがあって、まあ、教会に入るわけですよね。で教教会は教会はの下心があるわけですよそれはそのタナコになった受講者さんが永遠に自分のところに利益を落とし続けてくれるように囲い込みをするわけですよね。 悪い言葉で言うと全ての教会がそうだとは言いませんただ私の見立てでよると8割から9割ぐらいがその制度をとっていますでないと存続できないですからねあの教会としてだから教会に入る時っていうのは最初にすごくルールを確認する必要がありますつまり自分がオリジナルコンテンツを作りたいと思った瞬間に脱退する時にどれだけのデメリットがあるかっていう あの契約条項ですねこれしっかり確認した上でそのデメリットがあるのに入るつもりなのかっていうレベルにまで自分に問いかけてそれであの入るなら入ってもいいですよまあだから結論から言うと私はお勧めしないっていう立ち位置なんです本来はあの。教会の人たちから恨まれるかもしれないですけど。 あの全員がオリジナルコンテンツを作りたいわけではないと思うのであのー、その他の方が作ったものを、えー、売っていくっていうことで楽をしながら、まあ、サラリーマン体質の方ですよねそういう方には教会制度ってすごく合ってると思うんですよまあ、そのお金を払い続けることによって自分開発しなくてよくって教えるっていうことを楽しんでいけばいいわけですから。はい 悪いいとは言いませんだけれども、大概実力がついてきたり集客ができるようになってくると協会に支払っている金額とか自由が利かない点ですね、レシピ、ここまではやっていいけどそれ以外のものを教えてはいけないというルールとかお客様からのご要望があって改変して使いたい場合それはダメと言われるとかそんな感じ、いろいろです。で一番厄介なのは オリジナルを作りたいときに習ったものをベースにオリジナルをそこに入れ込んでいこうとするとその段階でそれがうちのものですと言われてしまうと作れないということになるので将来にに向かってのリスクが大ききすすぎるんですよね発展させたいとそれは何人も教会に入ったけれども抜けたいときにご相談をされるときにすごくなんで入っちゃったんだろうなって。 いうふうに思うケースが多いです。だからまだ初期の段階の方で、あの入るかどうか検討している方は、集客に不安があったとしても、うん、私はよくよく条項を読んだ上で,で、辞める時の想定です。あのかなり嫌な思いをして辞めるケースが多いです。あとは活動に支障があったり、内部で仲良くなった人たちと相反するような。 あの相反するようなね形でのお付き合いになってしまったりとかあんまりいいい話聞かないですあとは辞める時に習ったものを5年間やってはいけないとかいう縛りが後から言われたりとか最初はそれやっていいよって言ってたのがルールが勝手に追加されてできませんということになった通達1本でいきなり縛りが入るとかあ,のあるんですよ。 だからこれは自分の根幹のビジネスを他人の軸に預けちゃってると手が大きいですよね、はい、で自分で作ったロイジオリジナルの部分が7割そういったところでのものをプラスアルファレベルを3割以下にめて影響力をとどめておく分においてはダメですって言われても「はい、わかりましたさようなら」って言って脱退をするだけで済んで3割の痛手で済みますよね。 だから根幹は自分がやっぱり作って自分できちんと運営をするっていう方が結果的には長続きしますだからあの入る前によくよく情報を読んで将来のことを考えるとどこまでが教会のものでどこまでが自分のオリジナルなのかって証明が難しいんですよ。だからあの私は うん個人的な見解です個人的な見解は最初から入らない方が自由がきくなっていう感覚は個人的な見解ですで事実私はあの教会的なものって基本入ってないんですよただ資格取得っていうところでもちろん何個か資格は持ってますで必ずこれは入る前に条項を全部読んで、えー、っとそれをベースに自分が 改変してオリジナルを作って上乗せのものでやっていいところの私はディプロマというかライセンスしか取らないから今私が持っているライセンスって全部その系統ですそこのものは使うけれども自分のものを上乗せして別の付加価値に変えたものを自由に売っていいっていうところだけ取ってますはい そうでないと縛りが加わっっちゃって自分が一生懸命オリジナル考えてもそれうちのものだからやらないでくださいと差し止め命令が来た瞬間にビジネス止まるじゃないですかだからロからだからだけれどもあの何かの資格をプラスアルファの形でやっていくっていうケースの時にはそれを上乗せして加工していいかどうかっていうタイプのものしか私はパン教室の時も今の あのコンサルの時もそのタイプのものしかやらないようにしているっていう感じですね。だからあの今すでに教会に入っていていずれオリジナルコンテンツを作りたいと思っている人は本当に要注意です。あの辞める段になって揉めるケースがすごく多いからあの特に自由が効かない。 だから一生そこの言いなりっていうと言葉悪いんですけれどもルールに従ってやっていくっていう選択肢にならざるを得ないタイプの人を何人も見てきているのであの安直に入って楽しよようとと思思わない方がいいと思い方がますよやっぱ世の中の道理ってあの、ね、楽しよう楽しようのよっかかりがそういう形になっちゃうケースが多くてあの企業としての 規模は教会の方がが大ききいいいですすから、まあ、泣き寝入りっていうケースが多いと思いますなので、よくよく調べて入るデメリットも知った上でそれがおすすめでしかも個人的には入らない方がいいくらいの感じが私の立ち位置だし自分はそうしてきましたであの私はあの養成講座とかね作ってますよコンサルタントの養成講座とか。 で、えーと、これをこういうふうに使って教えていいよという自由度は与えてますと同時にそれを加工しようがそれより高く売ろうが、えー、その方の個人のオリジナルのを加えようが自由っていうことにしてありますだから私の講座を使ってもいいし使わなくてもいいし一部使ってもいいし、えー、全く違うものを改変してしまってもいいっていうそういう作り方に私はしています自分がその教会制度っていうのが好きではないからですはい だからあのコンサルティングの中でもそれを作りたいっていう方の,あの初回面談でお話しいただくときには私自身が推奨していないシステムなのでそれをルールは知ってますやり方も作り方も知ってるんですがお教えすることはできないのでそれを得意な方のところに行って習ってくださいということでお断りしているケースがあります。な、はい、なのでで、えー、誤解ががいよううに言うんですが 全ての教会を否定しているわけではありません。あの受講者ににととってももいいいようにちゃんと組んん組でる教会さんもいますだけれども残念なことに私が見ている限りあの9割近くが後出しじゃんけん的な感じで、まあ、入っちゃった方の方が損するようなケースが多いなというのは引いた目で見て感じることです。特に後でルールー改変系は もうななんか裁判沙汰な感じですね私が見ている限りではそうじゃない条項とかそうじゃないものがあったにもかかわらず一方的にルール変更になってそれが、えー、その入っている人にとってめちゃくちゃ不利な内容を勝手に作り押し付けてくるっていうケースとかもあったので本当に要注意ですそういう面では。 はいまあ、あまりこういうことを、ね、言うのもどうかとは思ったんですけどでも最近、そういうご相談がすごく増えているのであのそもそも入っている時にご自身も確認していないのもよくないと思いますしあのそういうものですから <laughs> あの基本そういった形のビジネスってだからそこもちゃんと学ばない情報も読んでないということで入ってしまっているというところはなかなか大変だなと思うのであの今一度 実際に自分がその将来どうしていきたいのかに合わせて考えるっていうこともしていただいたらいいと思うんですよなのであのどんな状態で何を手を出そうともいいんですがあの自分のビジネスの根幹は自分でコントロールできるところに置いておくこれはやっぱりね心がけてほしいんですよねなので私法人と個人の割合とかも今のところは個人7法人3にしてます はい、法人を少なめにしているのは個人よりも景気左右されることが多くて解約というかあの切るいうですね経費削減ということで,、ね、ことでだから安定的に続くイメージが少ないんですよ個人の方が人数はこも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 してるんですけどあの全員が一気にいなくなるって同じ瞬間にというのはよほど大災害でもない限り大災害だったら企業も潰れますけどねない限りないので。 あの身動きが取りやすい、うん、っていうところがあるので私は個人の割合を7にしていて法人が増えてきたら個人増やします割合が変わらないようにするためになのであのででそれは私の考え方ですあのもちろんそうじゃない考え方でやられる方っていうのはいらっしゃると思うんですけれども基本的には自分でコントロールできるところに自分のコンテンツを置いておく。 いいいうのがいいと思いますとはいえ全く例えばレシピを作ることもできないとかあのとにかく教えるだけが楽しいずれどうにか独立したいとか自分のオリジナル教室作りたいとかって思ってるタイプの人には向かないなというイメージで、はい、あの感じているのであのそちらをね今日はねお伝えしようかなというふうに思ってるんです。 だから、あのーまあ、その話に限らず自分で事業を起こすっていうのはやっぱ自分で考える方がいいのでレシピは無価値化するっていうのは私以前から言っているんですよ配合を考えた時にすっごい一生懸命考えているかもしれないですけれどもどうにかこうにかすればそれって真似できちゃうので、あのー、そこに重きを置きすぎると真似されたとかっていう瞬間に心折れたりとか。 残念なな気持ちになったりととかすすると思うんですけれどもレシピはレシピでまあまあ大事なんですけどレシピ以上にご本人がどれだけその伝えるものとか有形価値と無形価値ってある無形価値のところをそのレシピに対してどれぐらい付加できるかっていうことが今後の時代はポイントになってくるので場合によってはその人の人柄それこそ喋り方一つでもいいと思うんですよ。 あとはそのレシピに対する考え方持論をどういうふうに持ってるかとかそういうのも含めてですねあの商品として捉えられるように作ることができるといいなというふうに思っています。はい、ですのであの他人の土俵だけで、えー、今授業を動かしている方はちょっとこれを機会にちょっとね点検していただきたいなというふうに思って動画を撮ってみました。 はい、本日のまとめです10年続く事業の作り方自分のビジネスの根幹を他人の土俵に預けないという点では、えっと、まず1つ7対3という割合を意識してみる2つ目は協会制度に加入する場合にはその内容をよく知った上で理解して加入することをおすすめします、はい。以上になります。それでは、